江戸敦氏12月25日から1999年7月21日は日本の文学評論家、文学博士。本名は江頭敦夫、東京工業大学、慶応義塾大学教授などを歴任した。身長160センチ。戦後日本の著名な文芸評論家で小林秀夫の死後は文芸批評の第一人者とも評された。20代の頃から、 長らく文芸辞表を担当し、大きな影響力を持った。20代で、奴隷の思想をいす、夏目漱石を書き上げ、特に前者の、奴隷の思想をいすは、日本の近代的自我に対する批判を描き出し、吉本隆明をはじめ、多方面の文学者に、大きな影響を与え、大江健三郎、芝良太郎らと共に、気鋭の新人として注目され始める。 1960年代初頭から文壇、文断論壇での活動を本格化させ、1966年に、演算一行、高品修司、古山小馬の4名で、機関芸術を、創刊、主催。1969年末から約9年間にわたり、毎日新聞の文芸辞表を担当。小林秀夫により新聴者文学賞受賞、創籍とその時代で、 菊池博師賞と野間文芸賞を受賞している。代表作、成熟と創出は、第三の新人の作品を素材にして文学における母性について論じた代表作である。1976年に第32回日本芸術院賞を受賞し、1991年より日本芸術院会員となる。1994年から日本文芸家協会理事長。 日本文学大賞、文学界新人賞、群像新人文学賞、文芸賞、三島幸夫賞などの選考委員を務めた。江藤敦史というペンネームが本名に由来していることは明白だが、本人のことでは照れ隠しのようなものに過ぎないという。はじめ、敦史と読ませていたがいつの間にか、順と読まれるようになった。 なお、1941年から1948年まで、鎌倉の極楽寺に、戦後は、市ヶ谷加賀町など、東京都心部での在住を挟み、1980年以降は、鎌倉市西五門に居住した、鎌倉文史の一人、明治国家を理想とする政党的な保守派の論客として、論壇で異彩を放つようになり、しばしば戦後保守派や、 新保守主義派の論客とは対立した。一般的には、文学者としての立場から、不正原理や、知者の理論にこだわり、敗戦による時代と国家の喪失の物語を、自らの体験に重ねて作為し、戦後神話の解体を通して、主体の回復にどんだけうなる個性を、文学史と思想史の交点に描き出すことを論点とし、三島幸夫や清水育太郎。 複雑ネアリラとはしばしば対比された。作家を評価する際には、思想性にはこだわらず、思想的な立場の異なる左派の中の重春などを積極的に評価し、分断に登場して間もない頃の石原慎太郎などをいち早く発見した。プリンストン大学への留学を通じていた米国での経験から、巨大なアメリカ社会とどう向き合うかというテーマに生涯、取り組み、 戦後日本における西欧模倣の近代化を他の言論人に先駆けて鋭く批判した。なお、同大学に留学中、三島幸男から五点の書家も受け、自作長編、美しい星の英訳本観光への助力などを求められている。エッセイ、ごっこの世界が終わった時では、全共闘運動を革命ごっこ、三島幸男の盾の開示決を軍隊ごっこと切り捨てた。さらに、 三島幸男が自決した直後に諸君で行った小林秀夫との対談、歴史についてでは三島幸男は一種の病気であると断言し、吉田松陰的に崇拝されていく三島像を明確に否定する考えを表明した。二十数年を経て平成には有国期の発起人に参画するなど三島事件に対する考えが変化し、晩年の著書、 南州山英の取材で、蓮田全名の故郷の熊本県の歴史の地、田原坂を訪れた江藤は、蓮田が三島の才を評価していたことに触れながら、二人が西郷隆盛に発する自災と国史の系譜にあると論じている。江戸城無欠会場に再し敗れた幕府側の人間でありながらも、理想的な知者としては、かつ回を見出し、松浦霊と共に、 かつ改修全州の返纂に参画。京伝改修を派も表し、近代史の激動変展の中で、滅び去っていく死者や敗者への万化を綴り、晩年には、最後南州の伝記、南州残影を表した。また、文芸春秋に、海はよみがえるを、長期連載し、薩摩藩出身の山本本兵兵を軸に、開国からの日本海軍の創立、交流に至る過程を描いた。 長編歴史文学となった。1970年代後半からの忘れたことと忘れさせられたこと、閉ざされた言語空間、占領軍の検閲と戦後日本、1946年憲法、その拘束、その他などで GHQ による戦後日本のマスコミへの検閲、GHQ の呪縛から脱却できない戦後民主主義を鋭く批判した。 後1991年初頭に湾岸戦争が勃発し、アメリカの全面勝利で終結すると、小学館、サピオ市場で湾岸戦争中のアメリカの検閲を取り上げ、それが日本占領中にアメリカが行った検閲に告示していることを指摘した。日本人のあり方や国語文化について積極的に発言し、自由と近畿では、 アメリカを代表する占領軍当局によってこのように存在させられているのであり、とし日本は実質的に独立国家ではなくなっていると主張。またアメリカ政府が極秘で日本弱体化計画を進めていたと主張し続けた。妻傾向1998年12月に癌で亡くしてからはかつてのような気力を失っていったと言われている。最後は自らを 経外都市、自宅で自殺した。墓所は、青山霊園。銀行員、江頭隆広子の長男として、東京府豊玉郡大久保町アザ百人町に生まれる。1937年、4歳半の時、母を結核で失う。1939年、富山小学校に入学するも、病弱な上に教師と会わず、不登校になる。自宅の難度に逃避して、 谷崎潤一郎や山中峰太郎や田川水宝を愛読。学校のない国に行けたらと無双した。1942年、神奈川県鎌倉市の鎌倉第一国民学校に転校してから学校が好きになり、成績が上昇。1946年、神奈川県藤沢市の旧青少南中学に入学。一級上に石原慎太郎がおり、共に、 湘南中学の先輩で、歴史学者の江口牧郎宅に出入りしていた中でもあり、石原との交際は、生涯続いた。1945年5月、空襲にて、東京大久保の成果が消失。防母,母の遺品がなくなったことを悲しむ。1948年、旧姓の東京都立第一中学校に転校。古書店で、伊藤静雄の詩集、反響に出会ったことが、 文学の道に進むきっかけとなる。在学中は、ベレーボを被るなど、少し者に構えたところもあった。在学中、学生改革に合う。1951年、健康診断で、配信順が見つかったため、高校を休学して、自宅療養する。ヒョードルドストエフスキー、谷崎純一郎、福田恒有大岡翔平などに読み吹ける。 なお高校では優等生だったが、数学だけは全くダメだったという。1953年、東京大学門下に類を受験して失敗、慶応義塾大学文学部に進む。日比谷校の教師から、慶応は、経済学部かね。何、門下君も案外伸びなかったね、と、明らさまに警部されたため、以後二度と日比谷校の門をくぐるまいと誓った。ただ晩年は、 日比谷高校の OB 講演会とワイライトフォーラムの講演を引き受けるなど、問題は内面的にはすでに評価していたようである。なお慶応入学前後に、福沢諭吉を読んで感銘を受け浸水。福沢は、主張、作家は行動するにおいて、重要なモチーフとなっているほか、たびたび福沢について論じた。以後も、母校慶応には愛着を隠さず、 教授として招聘された時の喜びを後に素直に語っている。1954年4月、専門家庭への進学に際して英文化を選ぶ。吉田健一、英国の文学の影響が大きい。1954年6月、滑血して自宅で療養。1955年、当時の編集長だった山川正夫の依頼で見た文学に、 夏目漱石論を発表。初めて、江藤厚史を名乗る。1五十七年三月、慶應義塾大学文学部文学科を卒業。卒業論文のテーマは、ローレンススターン。同年四月、慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程に進む。指導教授の西脇淳三郎からは嫌われていたという。西脇は、江藤の姿を教室に認めるや、 今日は、江藤くんがいるから授業をしないと宣言したこともあったという。同年5月、大学同級生だった、三浦恵子と結婚。後年、先輩の安岡翔太郎から、恵子さんと付き合うために、わざと東大に落ちたんじゃないかと揶揄されたが、江藤は、僕は真面目に受けて落ちたんですよと答えた。1958年、大学院生でありながら、 文芸史に評論を執筆し原稿料を稼いでいたことが教授会から問題視され、退学を勧告されたが、授業料のみ納入し、抵抗の意味で不登校を続ける。同年11月、文芸春秋から奴隷の思想を廃すお上司。1959年1月、講談社から作家は行動するお上司。同年3月、退学届を提出し、 正式に大学院を中退。1958年には、石原慎太郎、大江健三郎、谷川俊太郎、寺山修司、浅利慶太、永六介、眉積俊郎、福田義行ら若手文化人らと、若い日本の会を結成し、60年安保に反対した。1962年、ロックフェラー財団の研究員として、プリンストン大学に留学。 滞在中に小林秀夫が新潮社文学賞を受賞したとの知らせを受けた。1963年、プリンストン大学東洋学科で日本文学史を教える。1964年に帰国。帰国後、愛国者にして天皇崇拝者の僧帽を帯び始める。1967年、東山一行、高階の修司と雑誌、機関芸術を創刊。 1971年から東京工業大学助教授、後教授となる。かつ改修全集の編纂に携わるが改修を、江藤自身は理想とする、知者の典型とみてのことである。1972年、中央教育審議会の委員に就任。1974年、ホニー考えで、加賀オ彦、辻邦夫らの長編を、 純文学ならざる者として批判し、論争となる。1975年、博士論文、漱石とアーサー王伝説を、慶応義塾大学に提出し、文学博士を取得。この論文は、江藤が漱石と、姉、ね、豊との恋愛関係に固執するあまり、恣意的に、回路行を罪としと破局の物語と読む誤りを、犯していると、大岡翔平から批判を受け、論争になった。 1976年には NHK のドキュメンタリードラマ、明治の群像のシナリオを手掛ける。1977年、文学界1月号掲載の開顧剣との対談、作家の狼室で、武田さんの物心両面の継続投資が、タ谷武志高さんを今までサーバイブさせたと発言して、ニ谷を激怒させ、江藤敦志のことを文芸に掲載し批判した。 1979年にワシントンのウィルソンセンターで米軍占領下の検閲事情を調査。この際、アマースト大学の私学教授レームーアより、ウォーギルトインフォーメーションプログラムとされる文書のコピーを提供されたという。これ以降、日本人がいかに洗脳されてきたか、日本国憲法が戦後の日本の言語空間を縛っているといったことを問題とし始める。 1980年の田中康夫の文芸賞受賞作、なんとなく、クリスタルはブランド小説として文壇内では激しく批判されたが、江藤は高く評価した。1982年には海四月号で吉本隆明と対談。この時、編集後期で同志編集長宮田真理恵がこの対談について試験を述べたところ、江藤はそれに激怒して、 社長、島中法人宛てに抗議の手紙を送った。1983年、ユダの季節で、保守派の論客である、山崎正和、中島峰を、か谷和樹の党派性を批判し、保守論壇から孤立することとなった。1988年、新潮5月号の総刊戦合記念で、大江健三郎、海光剣、石原慎太郎ら同世代の作家と、 文学の不疫と流行と題した座談会を行った。1990年、東稿大を辞職。母校の慶応義塾大学法学部客員教授を経て、1992年、慶応義塾大学環境上法学部教授。1997年、定年まで1年を残し、慶応義塾を去り、大正大学教授に就いた。晩年、理想とする知者とは、 正反対の人生を送った長井家風、西郷隆盛を論じ、意外の感を与えた。1998年ぐれ、慶子夫人が死去。1999年7月21日、鎌倉市西五門の自宅浴室でカミソリを用い、手首を切って自殺、66歳を打妻の葬儀の後のことで、自身も脳梗塞の後遺症に悩んでいた。 ライフアークであった創世紀とその時代は数回を残し未完に終わった。妻の闘病生活を綴った妻と私を残し続く幼年時代も未完に終わった。葬儀は神道形式で行われた。慶子夫人との間に子供がおらず、母主は実前が務め石原慎太郎らが長寿を読んだ。門人には福田和也、兵二十八、大久保京茂らがいる。 また交流、影響を受けた外交評論家に、田久保忠恵、森本里志らがいる。江藤敦氏から言葉んく、小屋の敦氏、江藤敦氏と、大江健三郎 P38 日本経済新聞23面、忘れがとき文史たち2010年12月12日、吉本孝明、江藤敦氏日本文学研究資料、観光会優制度、出版1980年著作エッセイ&、 対談を交えた、江藤敦史1960中央、公論特別編集に詳しい、朝日新聞1976年4月6日、長官 P22、三島由紀夫米滞在の江藤敦史に、初簡ノーベル賞も意識諸君。昭和46年7月号。後、歴史について、小林秀夫対談集に収録、なおこの対談には、当時、諸君。 編集長で、後社長についた、田中健吾が立ち会った。江藤厚氏、南州残英、富岡幸一郎、天皇論、江藤厚氏と、三島幸夫発と後に講談社学術文庫で再刊した、江藤解説の、氷川誠は、改修語録は、多数重版。石原慎太郎との分担協調、断固、脳といえる日本戦後日米関係の総括でも、同様の提起を行っている。 AB、閉ざされた、言語空間、P277、文芸春秋、1989年、月刊正論。これが、戦後の言響だ。米占領軍の日本洗脳工作、はジップ文書、ついに発掘。産経ニュース。 http://www.sankei.com/.life/.news/.150408/.lif1504080003-n2.html2015 年4月13日閲覧。月間正論。これが、戦後の言響だ。米占領軍の日本占領工作、はジップ文書、ついに発掘。 産経ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ150408スラッシュ lif1504080003-n3.html2015 年4月13日閲覧。慎重に本文学、62石原慎太郎集、年譜、安岡翔太郎。 落大この青春の予期せぬバカンスピアニッシも15から16、有吉氏らが委員に新中共振の18し決まる、朝日新聞昭和47年5月30日、夕刊、三班、三面、宮田マリエ、追憶の作家たちピアニッシも197から198、宮田マリエ、追憶の作家たちピアニッシも86から88、宮田マリエ、 通憶の作家たち P197、超自劇的な人生を送る言葉初集、慎重日本文学アルバムに夏目漱石新聴者、1983年にも、完末エッセイがある。新版、作家の自伝、江藤敦史アメリカと私、し、戦後と私し武藤安史編、日本図書センター、1998年、英文版、クローズドリングイスティックスペースが出版、 日本国際問題研究所英訳、出版文化産業振興財団、2020年、下季の文学全集、現代日本文学館の月報連載。文芸春秋、1966から69年、当事者へのインタビュー集、対談相手は、ザコミズ・ヒサツネ、一万田直など、全13名。他に、外務省編、終戦史録で、担当解説。 別館は、シンポジウム、資料ほ他。順に、幸福文書調印経緯、停戦と外交を検定し、憲法制定経過、日本本土新中令夢は、天皇がバイブルを読んだ日にも、言論統制線両下日本における検閲を収録。論考は、同時代への視線に収録。PHP 研究所、1987年第6巻と、続、第5巻は、大半が、 対岸州文芸春秋での担当編集者。続編に、文史たちのアメリカ留学、第5章、江とを扱し、英語と格闘す文芸春秋での担当編集者、細井秀夫のペンネーム、第18回、小林秀夫賞受賞。ありがとうございます。